うん、三島スカイウォークに来ました。来ました。何ですかそれ。なんか長い吊り橋があったり、セグウェイができたり。セグウェイ、セグウェイを今日はやろうかなって思います。したことありますか。ないね。ないよね。もうなんかサービスエリアみたいな。サービスエリアみたいなね。日本一の大吊り橋。日本一なんだね。吊り橋にも金がかかるのかな。あ、喋ってる喋ってる喋ってる。お客様お目が高い。寒い。タクシーに呼ばれていらっしゃい。パチパチ営業中。またお会いしましょう。本やな。来てくれて嬉しい。いや、狙いすぎだな。すごかったよ。はめられたってことになるからね。笑って。めっちゃいいな、今の。めっちゃおもろかった。どう吊り橋の感想は。それはなんか、あ、揺れてるね、揺れてる。揺れてることは揺れてるよね。吊り橋効果を出すためにはお母さんちょうどいい、おばあさんちょうどいい。ヘルメットかぶるんだって。セグウェイ始めます。これだ。よろしくお願いいたします。お願いします。最初この辺で練習します。よく見るセグウェイと違ってこうタイヤが大きい。そう、オフロードタイプです。セグウェイのモデルの中で一番高い。大丈夫、いける。倒せ、棒になって倒せ。なんでギコギコやな。はい、電源入るの。はい、はい。人がいるとね、気使うね。へっぴりになる。どうしても。はい、じゃあそろそろツアーに行きましょう。はい、こちらから入っていきます。3番。
ね、はい、いきなりにしては結構やらせるんだね。お腹つけないと登らないね。すごい坂だ。へいへい、お遅いよ、もっと倒れて前に、遅いよ遅いよ。後ろ見てる余裕なさそうだね。イエーイイエーイついてきてない？あ、来た。ね、左右にやりたくなるよね、これね。うん、どうした？よかった。なんかどうしてもかかとに行っちゃってさ。あ、そうなの、立つ位置がおかしい。こういう下り坂来るとハンドルがこう自分の方に起き上がってくる、自分がこう逃げてあげる、逃げてあげてこう空間作るとハンドル戻っていきます。乗ってるあのセグウェイはオフロードタイプ、偶然ですけど右側にオフロードがあります。おお、偶然ですよ、はい、ちょっとオフロードは走ってみたいと思います。はい、すごいね、満足度高いな、これ。あの切り株にこうタイヤ当てちゃうとバランス崩して、転倒という、なるほど、本末転倒な話になりますので。じゃあ行きましょう、こちらから行きます。これずっと片手で運転してるんで、危ないんじゃない？いや大丈夫でしょ。登っていくスピード、速い方が楽しいですちょっと距離開けてめっちゃスピード出そうかな。いけ、おい、マニアックだね。黄色く見えてある空間、これはよく当たってる。この人すごいマジすごい、あっと、やってしまったぜ。はい、取れる、やめとこ。えで、じゃあ順番逆にしていい？え、何？あ、そか、これついてる？まだか。あ、もうついてるね。え、もうついてるよね。レックついてる。うん、数えてるから。あ怖いね。でもできてる。おお、ボコボコ。ああちょっとね、この道は、はい、先大丈夫。すごすぎない、マジで。やばすぎ。じゃあ二人で入れるか。なんかね、近づいてくんの、この。頑張って前に出して、足の先にブレーキなっちゃう。進めない。動画ですか？動画です。いいね。いいねよ。いいね。いいねタイヤをこう合わせて。あ、じゃあ、はいはい。歩くのは大変だな。あ、久しぶりの歩行。楽しかったね。楽しかった。髪がめっちゃオールバックになってる。うん、かっこいいよ。これは5000円の価値ある。セグウェイ5000円の価値あったね。これは強くおすすめしたいね。こんな楽しいと思わなかった。やっぱ新しい乗り物は幸せだね
ごちそうになってください。ありがとうございます。はい、すいません。はい。お箸のとこ行きます？美味しそうだね。一人にセグウェイだけど。